それでは、この表題の論文を、自然言語処理研究室の小川洋次郎が紹介させていただきます。で、この論文の概要です。この論文では、文法誤り訂正のタスクについて取り組んでいます。で、これまでの提案されているアプローチとして、分類器のシステムを用いた訂正アプローチと、マシントランスレーションシステムを用いた訂正のアプローチがあります。で、この論文では、それぞれのシステムの特徴を生かして、これまでに構築されているシステムよりもさらに優れたシステムの構築を、しました。で、またさらにそれらのシステムを組み合わせた手法を提案して、これまでの提案されているシステムのスコアよりも高いスコアを出しています。で、背景です。文法誤り訂正のタスクは、この CONLL2014 のシェアドタスクにも、取り上げられていて、今研究が盛んな分野でもあります。で、またこの大会以降でも、研究が続けられてきて、これまでのよりも高いスコア を更新しています。で、この、図が、この表が、この CONLL2014 のシェアドタスクの、トップ1から3のスコアと、それ以降の研究の成果を、まとめています。で、この表から、様々な、手法で、誤り訂正が行われているんですが、その中でもこのマシントランスレーションと、クラシファー、分類器を用いたシステムが、主にそのこのタスクに貢献していることが分かります。で、この論文では、今まで提案されているアプローチの特徴を生かすことで、これまでのシステムよりもさらに優れたシステムを提案します。で、またそれらのシステムを組み合わせて、これまでの手法よりもさらにいいスコアをもたらします。で、先ほど説明したんですが、主な手法としてこのマシントランスレーションと、分類器を用いた手法が提案されています。で、このマシントランスレーションのアプローチとしては、間違った文を正しい文に翻訳するっていうような考え方で訂正を行っています。で、その際には、学習者が書いた作文と、それを修正した修正文のパラレルコーパスを、トレーニングさせることによってこのシステムを構築します。で、このマシントランスレーションの特徴としては、さまざまなエラーの種類を識別して訂正できるということと、複数のエラーが相互作用するような複雑なエラーにも対処できるっていうふうな特徴が挙げられます。で、もう一つの分類器を用いた、システムでは、これは、ある間違えた単語に対して、修正する単語っていうのを分類予測するっていうふうな考え方で訂正を行います。これは、文中のあるエラータイプに対して、それを訂正可能な、単語をリストアップしてあげます。で、その訂正可能な単語のうち、どれに訂正すれば良いかっていうのを、分類器によって予測することで訂正を行います。で、このシステムの特徴としては、マシントランスレーションだと、学習者の書いた作文とそれの訂正した文のパラレルコーパスが必要になるんですが、それは、高価で貴重っていうふうな問題があるんですが、このシステムだと、大量に入手可能なネイティブ
スピーカーの書いた文のデータを使って訂正することが可能です。で、まあ、先ほどの2つのシステムについてそれぞれ精度を上げるような実験を行っていきます。でまずはマシントランスレーションのシステムについて精度の向上を目指します。でこの実験ではマシントランスレーションを訓練させる際にその訓練データとして使う学習者のデータを、まあ、変えて実験を行ってみました。でそれが、まあ、2つあって CONL2014 の訓練データともう1つが LANG8 の2つのコーパスを用いて訓練した時の比較です。で、まあ、この2つの違いは、まあ、サイズコーパスの規模です。でその結果が、まあ、このテーブルで、その、まあ、一番右の F0.5 っていうのが、まあ、スコアで、LANG8 を用いた方がスコアが高くなっていることが分かります。で次に分類器システムの、まあ、精度の向上を目指します。でまあ、これはいくつか実験があるんですが最初の実験としてその分類器を構築する際の訓練データを変えた時の実験を行いました。で2つのコーパスを比較していて1つは、学習者その学習者の書いた作文と、訂正文のコーパスを使って、訓練した場合と、ネイティブデータを用いた時に訓練されたモデルの、比較実験を行っています。で それぞれの特徴としては学習者データを用いることでその非ネイティブの人が書いたまあ、書き方だったり特有の書き方だったりエラーパターンをの情報を、保持することでそれに対して訂正を行えることができるっていう利点があるに対して、まあ、貴重でなかなか手に入らないっていうような、マイナスな面があります。それに対してネイティブデータは、まあ、安易で大量に入手が可能っていう利点があるんですが非ネイティブの特有のパターンっていうのは学習されません。で、この2つのシステムの比較を行った結果がこのテーブルで、学習者データを使うよりもネイティブデータを使った、分類器システムの方が高い精度で訂正ができていることが分かります。ですが、この場合だとその2つの、コーパスの、特徴を両方生かすことができていないため、この実験3では、このネイティブデータに対してその学習者の特有のエラーパターンを、適合してあげることでパフォーマンスが向上されることが分かっています。なので、まあ、その考え方を使ってネイティブデータで訓練したモデルと学習者データで訓練したモデルをフューチャーして分類してあげることで、精度の向上を目指します。で、まあ、特徴としてはそのネイティブデータの、文脈情報を、まあ、保持しつつその学習者の、特有の書き方やエラーパターンの情報を加えることができます。でその結果が下のテーブルで、テイラードって書いてあるのがそのフューチャーした結果です。で、まあ、精度が向上していることが分かります。で、さらに、このシステムにその機械的なエラー、例えばその句読点や大文字、スペルなどの、ちょっと処理を加えたら簡単に訂正できるような、
ものに対して、それはその分類器の訂正と区別して訂正を行うっていうふうなコンポーネントを追加した際のシステムのスコアを実験しました。その結果がこのテーブルで、もう機械的エラーを区別するコンポーネントを追加することで精度が向上していることが分かります。で、これまではその個々のシステムについて実験を行ったんですが、最後にパイプラインで分類器とマシントランスレーションを組み合わせて最もいい組み合わせを実験します。で、そのパイプラインとしては分類器で訂正して次にマシントランスレーションで訂正するっていうふうな順序になります。で、その中でもそのマシントランスレーションより高い精度で訂正できるエラータイプのみを分類器で訂正してあげます。で、その高い精度で訂正できるっていうエラータイプがこのテーブルの3つのタイプであることが分かっています。で、その3つのエラータイプを全部組み合わせた場合に一番精度が高くなっています。で、最後にそのこれまで構築してきたシステムの中で一番いい組み合わせの精度を実験しました。で、それがまずこここの表の一番上のベストクラシファーっていうのが、この学習者データとネイティブデータを組み合わせたものに機械的エラーを区別するコンポーネントを追加した分類器で、2段目のシステムが先ほどのエラータイプを結合した際の分類器です。で、この2つを組み合わせることで一番高い精度が出ていることが分かります。で、まとめです。最近の誤り訂正タスクでは、その分類器のシステムを用いた訂正と、マシントランスレーションを用いた訂正の2つの手法が、盛んに行われています。で、それぞれの特徴を生かして、最後にパイプラインによって、組み合わせることで、これまでよりも最良の結果を得ることができました。以上で発表を終わります。